死のとは、エイリヒ・ボルフガング・コルンゴルトの作曲による三幕のオペラ。作品は、ベルギー上長主義の詩人ジョル・ジュローデン・ワックが自作の小説、首都ブルージュを改作した、戯曲、原影に基づく。本項目ではこの原作小説についても言及する。死のトが1920年12月4日に初演された、時点でコルンゴルトは23歳だったが、 すでに二つの一幕オペラ、ビオランタとポルクラテスの指輪を成功させ、新進オペラ作曲家としての名を広めていた。この二作が大成功に終わったために、シノとの初演権をめぐって、ドイツの劇場の間で熾烈な争いが繰り広げられた。結局前例のないことに、ケロンにおけるオットークレンペラー式による初演と、ハンブルクにおけるエゴン・ポラータ式による初演が、同時に行われることとなった。 喪失感の克服というシノトのテーマは第一次世界大戦で大きな痛手を負った当時の聴衆に共感を持って迎え入れられ、このオペラの人気に火をつけた。シノトは1920年代で最大のヒット作の一つとなり、初演から2年のうちにウィーンでは60回以上も上演され、ハンスクナッパーツ・ツブッシュによるミュンヘン上演、ジョージセルによるベルリン上演などで、 隣国ドイツにも受け入れられ、さらに海を渡ったニューヨークのメトロポリタン歌劇場においても数回の上演が行われた。しかし、ナチス政権の台頭を迎えると、コルンゴルトがユダヤ系であることを理由に、彼の作品は上演を禁じられ、コルンゴルト本人もアメリカへの亡命を余儀なくされる。その結果、彼自身やその作品もろともこのオペラの存在が忘れられていった。 第二次大戦中に映画音楽を作曲して、ここを押しのいでいたコルンゴルトは、1949年のウィーンへの一時帰国の際にこのオペラの復活上演を試みるが失敗し、死の2年前にあたる1955年にようやくミュンヘンでの疎遠を実現した。没後、コルンゴルト作品の再評価が進む中でこのオペラの注目も高まり、1975年の ニューヨークシティオペラによる復活上演とエイリヒラインスドルフ、四季ミュン編放送還元楽団による全曲版発売などで20世紀を代表するオペラという評価を確立した。日本においては、まず1996年9月8日に井上道義の指揮する京都市公共楽団が京都コンサートホールにおいてコンサートオペラ形式で初演。 舞台初演は2014年3月8日に、沼尻隆介の指揮、栗山正義の演出で、琵琶湖ホールにおいて行われた。コルンオルトの楽曲はあでやかで美しく、どことなくリヒャルト・シュトラウスとジャコモプッチーニの作曲様式を設注したものとなっている。つまり、シュトラウス風の巨大な還元楽法を操る一方で、本作には華やかで覚えやすい。 プッチーニ風の甘い旋律がふんだんに盛り込まれているのである。本作の中で最も有名なアリアは、マリエッタの歌という俗称で知られる、私に残された幸せは、GLCK、ダズミア・フェアブリープと、ピエロの歌と呼ばれる、私の憧れ、私の幻はみえる、マインゼエンゲン、マインベェンゲンの二つである。マリエッタの歌は、オペラでは、 ソプラノとテノールのデュエットとして作曲されているが、しばしば演奏会や録音では、ソプラノ独唱で歌われる。一方の、ピエロの歌は、バリトン独唱のために作曲されている。全体として楽曲は常に質が高く、水準においては、リヒャルト・シュトラウスの楽劇と肩を並べている。本作が顧り見られていない現状の理由は二つある。一つは、ナチス時代に、 コルンゴルトの作品が葬り去られてから、なかなか名誉回復が進んでいないこと。もう一つは、主役の二人であるパウルとマリエッタに、極めて高い技術が要求されていることである。パウル役に挑もうとするテノール歌手は、2時間あまりほぼずっと舞台に泊まり、ワーグナーの楽劇のような、巨大なオーケストラを圧倒しながら歌い続けるだけの、体力が要求される。しかし、 シノトのパウルはそれに加えて、高音域を要求されるため、配役が非常に難しい。難度の高いマリエッタ役のテッシュトゥーラは、リヒャルト・シュトラウスの楽劇、影のない女の王妃役を歌いこなすようなソップラので、なければ、おそらく乗り切ることはできないであろう。ピッコロ一、フルート二、オーボエ二、コーラングレ一、クラリネット二、バスクラリネット一、ファゴット二、コントラファゴット一 ホルン4、トランペット3、バストランペット、トロンボーン3、チューバ、マンドリン、ハープ2、チェレスタ、ピアノ、ハルモニウム、ティンパニ4、クロッケンシュピール、鉄筋、トライアングル、タンブリン、ラッチェット、小太鼓、大太鼓、スタンドシンバル、シンバル、ドラ、弦楽五部。舞台上では次の楽器が使われる。オルガン、トランペット2、トライアングル、タンブリン、小太鼓、 大太鼓、シンバル、チューブラーベル、ウィンドマシーン、トランペットに、トロンボーンに大ボーンは、作曲者自身とその父ユリウスが、パウルショットという編名で執筆した。これは、音楽評論家として知られたユリウスの名前を出すと、作品の評価に影響が出ると考えてのことで、パウルは、オペラの主人公、ショットは、楽譜を出版したショット社から取られている。この事実は、 1975年のニューヨーク公演まで明らかにされていなかった。シノとの筋書きはジョルジュ・ローデンバックの小説首都ブルージュから自由に本案されている。原作からの変更点は登場人物の名前など多々あるが、中でも目を見張るのは作品の結末を変更したことである。原作は亡きつまに、 生き写しの娘を締め殺す陰惨な物語であるが、死のとでは殺人までのなりゆきを主人公による幻想とし、むしろ前向きな物語に変更している。なお、月記のラストには様々な解釈があり、例えば1983年にベルリンドイツオペラで上演されたゲッツ・フリードリヒ演出では、ジェームス・キング・フンスル・パウルが、 生きる者は、現世で死者と出会うことは二度とできないと悟った後、マリエッタの歌を口ずさむが、そこで、ブリュージュを捨てようと決心するのではなく、ピストル自殺を図ろうとする場面で幕切れとなる。主役脇役大一幕、19世紀末のブリュージュ。主役のパウルは、若い中産階級の男で、妻、マリーの死という現実を感受することができずにいる。 妻を忍んで自宅に名残の部屋と呼ばれる一室を構えたパウルは、そこにマリーの形見である肖像画や写真、一束の遺発といったものを陳列している。パウルの友人フランクがパウルの住まいに立ち寄り、生きることへの執着を解くが、パウルはマリーがまだ生きていると言い張り、ブルージュの街路でマリーに出会い、彼女を自宅に招いたのだと熱っぽく語る。 間もなく若くて美しく、そして亡きマリーに生き写しの踊り子マリエッタがパウルの家を訪れる。パウルは彼女のことをマリーと呼びかけて彼女に訂正される。そういったパウルの奇妙な言動にマリエッタはうんざりしながらも自分に興味を持ってもらおうとして魅惑的に歌ったり踊ったりするが、そのうちにマリーの肖像画を見つけ自分が マリーの代わりにされているのだと悟って、家を出ていく。亡き妻への忠誠心とマリエッタへの興味に引き裂かれる。パウル、椅子に倒れ込むなり彼の目の前に幻覚が展開する。マリーの肖像画から彼女の亡霊が歩み出て、自分のことを忘れないでくれと催促するが、その後、マリーの幻影はマリエッタに姿を変えて、パウルに自分自身を見失わずに、自分の生き方を続けるようにと説く。 第2幕は、パウルが抱く、幻想の余韻で幕を開ける。舞台は変わって、水路の巡らされた、ブルージュの街となる。マリエッタの家の前を徘徊するパウル。そんな様子に、家政婦のブリギッタはヘキ,ヘキし、修道女となって、パウルを咎める。やがてフランクが現れるが、彼もまた、マリエッタの虜となっていた。彼女に受け入れられた証としてフランクが示した。 マリエッタの家の鍵をパウルは力ずくで奪い取った。やがてマリエッタが舞台仲間たちと一緒に船に乗って現れる。彼らはパウルのことを皮肉ったりしてはしゃいでいる。やがて彼らがマイアベアの悪魔のロベールの稽古をしようとすると、マリーの清楚なイメージをマリエッタに重ねているパウルは、不ラチな娘を演じようとするマリエッタをいさめる。パウルを生やし立てる舞台俳優たち。 しかしマリエッタは彼と彼女との問題であると言い張って二人きりにさせる。マリーの幻影を打ち砕くことに執念を燃やすマリエッタ。ついにパウルは彼女の誘惑に負け、彼女と人魚を共にすることになる。第三幕では舞台は再び自宅へと戻る。勝ち誇った様子のマリエッタ。だがパウルは繊細への思いから自分を恥じ入るようになり、外を行く聖職者の行列さえ自分を、 避難しているように感じている。その様子に号を癒したマリエッタは、パウルの目を覚まそうとマリーの威発を引っ張り出して、もて遊ぶ。激化させたパウルは、異発の束を奪い返すと、その威発でマリエッタを締め殺してしまう。我に帰ったパウルは、マリエッタの泣き殻にすがりながら、これで、彼女もマリーそっくりになったと漏らす。パウルが太目を覚ますと、 マリエッタの姿がどこにも見当たらないことに驚く。ほどなくして、家政婦ブリニッタが、お客様が、お忘れ物の傘を取りに戻られましたと告げる。彼は、今までずっと幻を見ていたのだ。パウルは、ブルージュを去ることを決意し、友人、フランクの傍ら、マリーの形見のある我が家を離れて、新しい暮らしに思いを馳せるのであった。マリエッタの歌は、 第一幕で、パウルの望みに応えてマリエッタが歌う曲で、本来の名称は、私に残された幸せである。歌詞は、恋の喜びを物語っているが、一末の悲しみも感じさせる。というのも、この歌は、生の果て会えなさが主題でもあるからである。浮世において変わることのない愛の力を賛美する、不死において、マリエッタとパウルの恋が結びつく。 読書曲としては、リリコスピンと音域とする、ソプラノ歌手のレパートリーとして歌われることが多い。アリア、マリエッタの歌は、以下の映画に利用されている。シト・ブリュージュは、ジョルジュ・ローデンバックによる小説であり、彼の代表作である。死のとの原作としても知られるため、本項目で触れることにする。公安施設の機能が失われたことなどによって、衰退期にあったブリュージュを舞台としている。 この作品の特色は、ブルージュという都市自体を作品の主人公に据えたことにあり、ローデンバック自身も橋書きでその胸を述べている。オペラ化の際に、ユーグはパウルに、亡き妻はマリーに、ジャーヌはマリエッタに名称が変更されている。かつてユーグ・ビアーヌは、美しく、かけがえのない妻を失った。彼は悲しみに暮れ、その後に服するあまり、死の雰囲気を称えた。 このブリュージュに移り住んできたのだった。それからもう5年が経とうとしていた。客間には妻の肖像や遺品を並べ、ガラスケースの中には束ねられた遺髪を飾って、その面影が色褪せないように常に気を使っていた。ある時、町で亡き妻とウリ二つのジャーヌという女性を見つける。神の与えたもうた奇跡とばかりに、ユングはジャーヌに夢中になる。しかし、交際を深めるうちに、 亡き妻にはなかった、ジャーヌの醜い性格と、情欲に溺れていく自分に苦悩するようになる。巧妙な、聖地の行列の日、遊具は、ジャーヌの必要な求めを受け入れ、彼女を家に入れるが、遺品を持て遊び、妻を冒涜するジャーヌに遊具は激行し、ジャーヌが首に巻きつけていたい発を取り返そうとして、誤って、ジャーヌを絞め殺してしまう。遊具は、肘掛け椅子に身をうずめ、 ブルージュの街になり響く鐘の中で、死んだ、死んでしまった、死のと、ブルージュと、一人ごつのだった。A.B. 中村信子。コルンゴルト連載コラム第3回ローデンバックの、小説、死と、ブルージュ。新国立劇場2013、2014、シーズンオペラ、死のと特設サイト。2014年4月13日閲覧。中村信子。 コルンゴルト連載コラム第10回忘れられたコルンゴルトと再評価新国立劇場2013-2014シーズンオペラシノト特設サイト2014年4月13日閲覧20世紀の傑作オペラシノトの日本初演日はコホールと新国立劇場が激突日本経済新聞2014年4月13日閲覧 昭和音楽大学オペラ研究所オペラ情報センターハット AB 中村信子。コルンゴルト連載コラム第4回小説首都ブルージュからオペラシノトへ。新国立劇場2013-2014シーズンオペラシノト特設サイト。2014年4月13日閲覧。ありがとうございます。